私はしさめ、夫エンジと高校生の娘クロハと幸せに暮らしている。今日も遅かったわね。ああ、取引先の接待でな。お父さん昨日も遅かったでしょ。最近あんまり眠れてないんじゃない。何言ってるんだ。俺が弱ってるところを見せたら部下たちをがっかりさせてしまう。クロハも人のこと心配してないで受験勉強はやってるのか。何を心配したのに、真面目なんだから。まあでもそういうとこ何気に見習ってるんだけど。お母さんもお父さんを見ていつも気を引き締めてるのよ。お父さんってほんと大黒柱って言葉が似合うよね。そうね。次のニュースです。あら、 SNS でトラブルだって。クロハもおかしなことに巻き込まれてない？私 SNS はやらないもん。お父さんの口癖でしょ。 SNS なんていいところしか見えないもんだ。他人の虚像に振り回されて現実を見失うなんて愚かなことだ。あれ聞いて、友達がやってても自分はやらないってはっきり言えるようになったの。みんなに言われるんだ。クロハのお父さんってかっこいいし頼れるから羨ましいって。まあそうね。だがそんなある日、リストラ。お父さんが何かの間違いじゃないの。正式な決定だよ。こんなことって、なんで俺がいたからあの会社は。お父さんのあんな姿初めて見た。リストラの理由はわからないけど相当ショックみたいね。でも私たちまで暗くなっちゃダメだよね。そうね、一緒にお父さんを支えてあげよう。うん。それから夫は毎日スマホで求人情報を眺めるようになった。新しい仕事まだ見つかりそうにないね。そうね、お母さんも働こうかと思ったけど父さんに話したら。やめてくれ、俺のせいでサメを働かせるなんてご近所に知れたら。俺はそんなこと気にしてる場合じゃないのに。私お父さんの仕事決まるまでお小遣いいらないよ。クロハ、いいのよ気にしなくて。一番辛いのはお父さんだもん。受験生だからバイトできなくてごめんね。ありがとう。母さんもできるところから節約していくね。とはいえお給料が急になくなるのは痛いわ。退職金も失業保険もずっとあるわけじゃないし、クロハの大学の費用だってあるし。ねえ、新しいお仕事見つかりそう？なんだよ、俺は金だけの存在か。そうかよ、ヒサメも俺のこと金づるとしか思ってないんだな。会社だって人のこと都合のいい歯車としか思ってなかったんだ。完全に自信をなくしてる。もう3ヶ月も毎日スマホ見てるのにまだ仕事見つからないの？再就職もそう簡単じゃないからね。ただエンジがあんな状態じゃ見つかるものも見つからなそうね。毎日何を検索してるんだろう。え、あれってモナッターの画面？なんでお父さんが SNS を？まさかとは思うけど。数分後、どうしたの？クロハ、顔色悪いわよ。お母さん、これ見つけちゃったの。お父さんの SNS アカウント。あの人の？レトロウェイ社畜からの会話。早起きしなくていいし、夜更かしスマホ最高。昼間も働く社畜の皆さん、お疲れ。まさかこれがエンジなわけ。写真に写ってるのってお父さんの部屋でしょ。服も一緒だし。そんなガスミちゃんのチェキ当たった。私と同い年くらいのレイヤーに絡んでるんだよ。無理すぎ、希少すぎ。なるほど、毎日スマホでストレス発散してたのね。お母さんなんか言ってやってよ。でも今指摘したら今度こそあの人のプライドはズタズタになるわ。リストラのショックでこうなってるだけよ。再就職したら投稿しなくなるわ。そうかな。リストラから半年後、お父さん再就職おめでとう。辛い思いさせてすまなかったな。お前たちが支えてくれたこと感謝してるよ。よかった、昔のお父さんだ。ほらね、きっと一時的におかしくなってたのよ。だが再就職しても元の生活になるわけではなく、前の会社よりお給料は下がったし、相変わらず節約生活ね。おかえり、虫はどうだった？もう最悪。お小遣いがなくてストレス発散もできないし。あてごめん、お母さんのせいじゃないのに。ちゃんと奨学金借りられるように頑張るから、お母さんも無理しないで。この子ったら、そんな心配しないで。おい、帰ったぞ。大黒柱が帰ってきたのにおしゃべりか。のんきなもんだ。ごめんなさい、ちょっと相談してて。誰の稼ぎで食えてると思ってるんだ。甘えてないで他人に感謝する気持ちを忘れるなよ。昔はその言葉がかっこよく感じたけど、今誰のせいで苦労してると。ねえお母さん。うん、
久しぶりにエンジのアカウントを見てみると、何よ、再就職してもめちゃくちゃ更新してるじゃない。お母さんこれ見て。再就職した途端ご機嫌になる家族にうんざり。俺はお前らの奴隷か。俺の足を引っ張る家族のために働くなんてやってらんねえ。何よこれ。3泊4日の研修決まった。空いた時間にかすみちゃんのオフ会参加できる。家族にはもちろん内緒。最低。研修前日、今日から俺がいなくても自分折りして生活しろよ。じゃあ行ってくれ。はいはい。あの調子だと研修でこういうことしたとか SNS に書きそうじゃない。もしそんなことしたらまたリストラされるわ。まさかと思うけど一応。かすみちゃんのプレゼント買った。妻にも送ったことない金額。何よこれ。知らない女にこんな高いもの送る。私たちが毎日どんな思いで節約してると。お母さんの苦労何にも分かってないじゃない。私もう耐えられないよ。クロハ手伝ってくれる。何するの。研修終了。はい、久々に羽を伸ばせた。かすみちゃんにプレゼントは渡せなかったけど売って小遣いにするか。ただいま帰ったぞ。なんだこれ。ゲー、これは俺の。見覚えあるでしょ。だって自分で投稿したんだもんね。なんでお父さんってネットだとこんな感じだったんだね。人に SNS 禁止しといて自分はレイヤーに夢中ですか。お前らよくも人のプライバシーを養ってもらっといて感謝の気持ちがないのか。それはこっちのセリフよ。あなたのために耐えてきたのに裏切ったのはそっちでしょ。もうお父さんのこと尊敬なんてしてないから。ちょっと失敗しただけでぐちぐちいじけて周りに感謝もしない、そんな人だと思わなかった。離婚して私たち出ていくから。そんな勝手なこと許さないぞ。あなたが許さなくてもあなたのご両親と私の両親は違うみたいよ。昨日うちにご招待したの。見た目さん、クロハちゃん息子がすまない。エンジーネネネヤグリは。よくもうちの娘とかは今ご苦労して。こんな男今すぐ別れなさい。あなたの再就職を応援した私がバカだったわ。もっと早くあなたなしで生活すべきだった。さよなら。大学合格しても教えないから。待ってくれ。その後知人の紹介で私は数年ぶりに仕事を始めた。手際が良くて助かるってみんな喜んでるよ。ソラが紹介してくれたおかげよ。ありがとう。クロアちゃんの受験はどう。私がいなくても何でもこなすから手がかからなくて。親子でたくましいね。いいな。二人で生きていくって覚悟したからね。そして数ヶ月後。あった968万。お母さん受かったよ。おめでとうクロハ。奨学金ももらえるよ。バイトもする。もうお母さんに迷惑かけないからね。いいのよ。たくさん勉強してクロハのやりたいこといっぱい楽しんで。お母さんと楽しむの。もう泣かせないでよ。でエンジはというと、運営の判断により今後全てのイベント参加をお断りします。ブロック。かすみちゃん、なんで。あの漆黒のホムラとかいうストーカーファン規制だって。さあまあ、ガチ恋痛すぎてヤバかったもんな。最近離婚したらしいよ。やめろ。俺の過去を拡散するな。俺の完璧でかっこいいイメージが消えてゆく。こいつの元同僚が言ってたけど、職場の愚痴とか秘密ベラベラ喋ってたのバレてリストラされたらしい。一番 SNS させちゃいけないやつじゃん。ネットならストレス発散できると思ったのに。なんで何もかもバレるんだよ。地元では親が俺の恥を言いふらしてるし。うちの息子がね、孫がおっとかわいそうで。もうやだ、大変ね。これお前のアカウントってマジ離婚したん。たまに来る連絡もこんなんばっか。こんな恥さらして人前に出られない。もう誰にも会えない。こうして孤独になっていったエンジのその後は知らない。